じゃあ、始めていきますか。おはようございます。おはよう。おはようございます。鹿島さん。昨日お疲れ様でした。お疲れ様。昨お疲れ日は。様でした。じゃあ、会議始めていきましょうか。眠れました？いやいや、眠れたよ。眠れたよ。なんか疲れてそうな顔してるから。いやいや、別にそんなことはない。お願いします。まあ今回はね、まあ大事なプロジェクトということで、まあみんなで、まあ、一つになって戦っていかなければならないということで、まあ振り分け、の方させていただきます。まず、池袋の担当は、雄大と、池袋。いやいや、なんだよ。あ、いや、まあ、まあ。はい、池袋は雄大と田中にお願いしたいと思います。はい、あと、渋谷が。はい、渋谷？うん。池袋、渋谷。渋谷が宮川と吉崎でお願いします。わかりました。こういう時吉崎って言うんですね。おい、ちょっと、一旦みんなちょっと少しだけ、一回休憩にしようか。ごめん。休憩するんだ。はい、休憩ね。はい、休憩しまーす。はーい。はい、また、開きます。はい、また、また招待します。休憩します。皆さん、休憩するみたいです。言っちゃおうかな、私。皆さんに、皆さん戻ってきてください。言っちゃおうかな、皆さんに。言っちゃおうかな。吉崎さん。いいんですか？吉崎。いいんですか？わかった。わかった。みんな戻ってきてくれ。昨日。みんな戻ってきてくれ。やばいですよ。大丈夫、鹿島さん。終わっちゃいますね。もういいや、言っちゃおうかな。そんな態度取るんだったら私言っちゃいますね。いや別に俺うんこ漏らしただけだから。ねえ、やばくないですか？いやいや、あのさ、吉崎さ、俺がうんこ漏らしたの、ね、確かに黙っててって言ったけど、ね、やばい。昨日だって吉崎様黙っててくださいとか言ってたのに、今吉崎とか言ってるんですよ。やばくないですか？吉崎様黙っててください、このこととか言って。いや、めちゃくちゃ恥ずかしくて絶対誰にも言ってほしくなかったけど、それ以上の雰囲気お前出してるから全然これ恥ずかしくなくなっちゃったよ。やばくないですか？うんこ漏らしたんでしょ。しかもその時の音やばかったです。ブッブッって、ほんと池袋しブッやみたいな、そのブッブッってすっごいブー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 言いながら。やばくないですか？終わりですね。ほら見ろよ、お前、みんなのリアクション、ね、期待外れみたいな顔してるよ、ほらみんなが。やばくないですか？不倫してんのかなと思ってたから、期待外れみたいな顔してるよ、ね、みんなが。うんこ漏らしたんですよ、この年でですよ、皆さん。終わりですね。奥さんにバレたんですか？いやだからお前逆にさ、なんでさ、お前うんこ漏らしたことをそんなに言うの、ひどくない？奥さんにバレたんですか？いやだ、奥さんに別にバレたよ。てか言ったよ、笑い話として。それを女子社員に見られたみたいな話もしたよ、笑い話として。へえ、恥ずかしいですね。なんなんお前のそのスタイル、ムカつくわ、こいつ、ほんと。離婚にもつれ込んだりするんじゃないんですか？するか、お前。どういうのだと思ってんだよ、お前、うんこ漏らすということの定義が。話した方がいいんじゃないですか？いやだ、話したっつってんだろ、お前、嫁さんによ、お前、笑い話して。私が話しに行きましょうか、その話。なんでお前が話しに来るんだよ、それおかしいだろ。
うんこって会社から今後皆さんからうんこって言われますよ。だおい吉崎、周り見てみろって。みんな引いてるよお前に対して。みんなやばくないですか。うんこだけじゃないですよ。こっちのセリフだよそのため息は。うんこだけじゃないですよ。こいつまたあれ、あのさ、俺別にそのままノーパンで帰っただけだから。やばくないですか皆さん。それ想像できるよ別に。みんなノーパンで帰ったんですよ。想像の範疇だろ。こんないい大人が絶対怪しいですよね。そのパンツにやらしいものがついたんじゃないんですか。うんこだよ、うんこ。それは捨てなきゃいけないですよね。当たり前だろお前。ビニール袋に入れて捨てたよ。ああハレンチな男。ハレンチな男じゃねえよ。何なんだこいつ気持ち悪い。首にして、こいつマジで。恥ずかしいんだから。こいつ首にしては気持ち悪いマジで。気持ち悪いね。ノーパンですよ。それどこまで行ってたんですか。池袋からシブヤまで行ってたんですか。ブー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 言いながら。ごめん。もうあのみんな引いてるからお前に対しても会議戻るから。みんなに引かれてる。みんなに引かれてる。お前だよ。お前のそのもう究極のマウンティングにみんなが引いてんだよ。うんこ。いや田中。いや分かるけど別にその吉崎にそんな風に怒らなくてもいいから。まあ。ごめんなさい。そうですよね。気持ち切り替えていきます。すいません。本当にすいません。ちょっと冗談が過ぎました。ねえ、すいませんでした。まあ田中は俺が可愛がってる後輩でもあるから、その怒ってるから、もうそのやめてくれ。すいませんでした。失礼します。まあね。私の担当部署、ごめんなさい。さっき消えちゃった。私の担当部署がうんこ。ごめんなさい。ごめんなさい。うんこちくで、ごめんなさい、うんこちくじゃない、ごめんなさい、すいません、あ、すいません、ノーパンチクで、ごめんなさい、うんこノーパンチクでした、ごめんなさい、すいません。はい、もしもし、はい。はい、そうですね、はい。あー、そうですか。あー、そちら側にも、はい。わかりました、こっちから一人送ります、はい。はーい。まあ、今回、このビッグプロジェクト、ちょっとね、別部署で、まあ、どうしてもあのスーパーの、まあ、ソーセージ売り場でソーセージ売ってほしいって一人人材が欲しいみたいなんで、この中から一人、このビッグプロジェクト外れてもらって、ソーセージ、スーパーで、どこだったっけな、千葉の銚子の方で、売ってもらいます。はい、それ発表します。何ですか。ごめんなさい。何ですか、ごめんなさいって。ごめんなさい。何ですか、ごめんなさいって。やだ。ソーセージはやだ。ソーセージはやだ。だって、食べたらそのままうんことして。ごめんなさい。すいません。はい、吉崎でお願いします。はい、いってらっしゃい。はい、ありがとうございました。はい、調子で、はい、いってらっしゃい。